僕ねあの糖尿の黄身があって病院通ってる時に目がおかしくなったんで,すで糖尿って目に来ると目ってほらあの神経細胞とか,から何からあの毛細血管からいっぱいあるとこでしょ、ええ、それがおかしくなると糖尿でももう末期の方に近い方の症状なんですよ、ええところが私のはそういうんじゃなくてこの見える世界が2つ斜めになって見えるんですよ完全に写真のネガが2枚重なったようなだからこうなるんですよ歩いてて。 でお医者さんに言って眼科行ったんだけども分からないと原因がなんでこうなってるのかそれで「糖尿なんですか?」って言ったらいやそういう糖尿の症状はないですと。糖尿は あのこう狭くなったりなんかいろいろするようなまあやなったことないんでそれはわかんないんですけども僕のは写真が2枚きちんと重なってるやつだから島田さんが一人立ってここにいてもう一人島田さんが斜めにいるんです斜めにうんすごい見づらいというか気持ち悪いもう気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いで余勢をね半年ぐらい休みましたよへ <ー S 2> えうん,うんそれであの弟子のね肩捕まって表しうがないから行くときは肩に捕まってサングラスして本当にあの目の不自由な人みたいに。 でスキーのストックもあの買いましたよ。あもうそれがないと歩けないぐらいなんですね。そうあのやっぱふらつくんですよへえ<ー>。置かないもう地面がこうなってますからど,こどっちに足ついていいか分かんなくなるんですよ。その時ってやっぱりちょっとなんか霊的なななことが原因だっったのかなって感じなんですかんでもねあのその時にあの知り合いからいただいた心霊のビデオのお仕事があってでそれ やりたたいいです行きたい一回あの本当のとこに行ってみたいとで、まあ、大月の方の山の上のトンネルなんだけどもそこに行ったら目が治っっちゃった逆に逆にそれなぜかというと僕はあのそこに行く時に日本酒とあのお線香とみんなその供養のセットを持って行ったんですよ。はいで そこのもし本当にそこのが出るとしたらちゃんと供養してあげればいいことですから別にあのオ田武道みたいにそれがいなくなるんじゃなくてあのここにいさしてくださいってお願いにだから目が治っちゃってトンネル内だけだけそのトンネル内だけでもう目治ってもう弟子も一緒に行ったんだけども俺目治っちゃったよ。<laughs> ずんずん歩けるんですよ。皆さんラッキーですね。はいはい。みんなもう後ろからほらいろんなカメラ撮ったりしてなんか心霊現象撮ろうとしてるんだけど僕だけもうん何も怖くなくてずんずん歩いてってそれでその真ん中にその長いトンネル百メートルぐらいのトンネルの真ん中に電気全部消して置かれてなんかあの LED のろうそく立てられてそこで置かない話してくれって言うんですよ。<laughs> <laughs> 定点カメラを2台置いてサーモーカメラも置いたら。 私が喋っててでここにあのなんか八ちゃんっていう大きく人形みたいなのを抱えて <laughs>、はい、その霊的現象が起こるっていうで抱えて僕が喋ってたらここにグリーンの,あの影みたいなのがブワーって出てきて驚いたへ<ー>それは後でそでサーモンを見て分かったんですけどねそれ今まではもう冬行ったんで水色なんですよ全部が水色寒いめっちゃ寒いんですよ山の上だから風が吹き抜けて。 体温すげえ下がってんのにここにブワーってグリーンが出て、えー、でそのスタッフの人がバチバチ撮ってた写真にここにね白い丸太のようなちっちゃい足がついた竜みたいなのが写ってるのが1枚ある<え>白い竜で、はい、下にボンと置いたんじゃなくてここに浮いてんですよ長いのが。だから僕そこねきっと 竜の通り道なのかなと思うけど龍なんかいねえんだろうなと思うじゃないそし、はい、たら蛇ああ<ー>そういうだからそういうもののいたのに何ていうのホンネル掘っちゃってトンネルねはい、うん、トンネル掘っちゃったからそうなってんのかなってで女の子の霊が出るとか言ってたんだけど女の子の霊は何も感じなかったへえ<ー>、うん、むしろなんかそっちの方の確かにあのトンネルってまあね心霊スポットとして有名じゃないですかいろんな話ありますけど、うん、やっぱり そこで何かあったってよりもそういう場所に掘ったってことが原因だったうんますあ、は<ー>僕目その時治っちゃって「うわよかったもう俺目治ったわ」と思って帰りの車の車中でまたた元に戻った <laughs> 逆に心霊スポットに行って体調が治るって <laughs> うんすっごいそういういこともあるんですね、うん、だからあの本当にね皆さんね怖いとこ行って怖い思いをしたいんじゃなくて行ったら手合わせればいい。 見えなくて良かったと思わないと、うん、雰囲気を味わうのはいいけども、ええ、なるべくそういうとこに行かない方がいい何、ね、か言われてるとこには行かないでテレビで見ててあ面白いなと思ってた方が絶対いい近づかない方がい。いですよね、うん、だって塩っても昔からこういった体験とかが多かったと思うんですけどそもそもこういう世界に出会ってしまったのっていつぐらいなんですか 昔昔のことちゃった <laughs> あの<え>ごめんなさいやっぱりね、落語家さんなんでね、9ハンドルでね、はい、面白いこと言う<あ>こっちついていけないですよあ,あの高校時代の話、ね、高校時代の話ですね、はいはい、高校時代のこれがきっかけで僕こういうところになんかチャンネル開いたのかなっていうところね、はい、あのまあ私たちはとても良いことだったんです本当ですかで十二時過ぎに玉川上水っていう あの川があるんででですすすよよ夜夜の全然いいい子じゃないですねとてもいい子なんで夜のから警備をしてたんですね玉 <laughs>、はい、川上水って江戸時代から玉川兄弟っていうのが用水を掘って江戸までつなげたっていうところなんだけどもそ,、ね、その僕が行ってた当時はもう本当に土の道でうっそうとした林、うん、その間のその何ていうのかなそういう参道みたいなところをみんなと歩いてたんですよ何かしながら。はいね そしたらおばあさんが真ん中に座ってるんですよ、うん、座ってしゃがんでこうやってしゃがんでるんですねで頭巾しててあの防空の頭巾しててばあ、はい、さんみんな見てるんですよみんな見てるんみんな見てる,見てるばあさんいるよと思っじゃああんなことないこんなとこにって言いながらみんなで避けてあのババンっ後ろ見たらもう誰もいないんですよ<ー>それがきっかけだと思うへえ<ー>みんな見たんですねみんな見たと思うでもみんなはだけどその 本当のおばあさんをどう思ってるか知らないけども、僕はだからあれあれって人間じゃねえんだなっていう。それがきっかけになったんですか。もう1人でる。え？その後にその玉川上水の角のところに僕のアパートがあったんで、はい、もうね何十年ももう砂ずりの茶色い汚い壁で、うん、もう隣の鼻あかんでる音まで聞こえるような <laughs> 壁も薄いんですね。ね本当にそういうとこだったんですよ。うん、でそこに僕高校時代から住んでたんですけども。 これね今でも不思議だなと思うんだけども夜中夜中何時頃だろうな11時過ぎなのか12時近かったのかコンコンってコンコンって来る人がいるんですよであ友達かなと思ってガチャッと開けたら女の人なんですよ、うん、でその女の人が「すいませんあの隣に来たんですけどもあのいないみたいなんでちょっと玄関先で待たしていただけませんか?」って「えっ玄関先?」って「うちの玄関の中」 あの靴が3足ぐらい置けるようなほらちっちゃい四角のちょっと高台になってる靴を置けるような場所あるんじゃ安いそこに座りそこで待ちたいっていうのよおかしいっすねそ部屋の中でよ、はい、それで別に何も考えないけども高校生で景気盛んなんでもうその女の人気になってしょうがないんですよ <laughs> もう電気消してんだけどもこもうこうやって見てもういるの隣の何時帰ってくんだよって思いながらそしたら。 あのあ来ましたからどうもありがとうございましたって出てったの。はい、で隣でなんか喋り声すんのだろうなと思ってボーって聞いてたんだけど何にもしないし、うん、何にも始まらないしチェって持っててで次の日に表僕が出た時に隣の部屋のドアを何気なく見たら、はい、ドアのノブのとこに電気屋さんの,あの引っ越したら お願いいしますよってああるじゃないのここへ送ってくださいってはがき入りのあれがかかってるえっ隣いねえじゃんっていうえっ、ー、それって何ってことじゃないははいいはい,はい、はい、だからそのおばあさんがあってその事件事件とかまあ私の中では大きな事件それがあってなんか感じるようになってきたなっていうのがあるんですよ。 やっぱりその夜訪ねてきた玄関で待たせてもらってたっていう人は、うん、顔はね顔は見てないんですよねほとんどあの入ってくる時もこういう感じだしす座ってる時は僕に背中向けとこうやって座ってるし今みたいにほら携帯ない時代だから携帯をいじってるようなそういうのをねジェスチャーもないしただこう座っててで何時ったんだろうな1時間以上はいたね。 めっっっちゃゃ気にななたたんだから <laughs> もしかしからっていうのはあるじゃないまあ若いね。もしかしかたらいや本当にあの僕最近聞いた話でね「うん、僕は霊感がないんだ」と。で、うん、どういうふうなことで、まあ、霊が見えるようになるとか「うん、霊が見えやすい人見えづらい人ってどういう違いがあるんだ」って聞いた時に、うん、ある方がですね、うん、例えばこの辺で「ファファファ」とかなんか見えたみたいなのは大体勘違いだと。うん やっぱりもう普通にもう人として認識できるぐらいパッてこういたとかっていう見え方をする、うん、そうする人の方が例が見えるしそういう経験すると徐々に徐々にチャンネルが開いていくることがあるよって言われたんですけど、うん、開きたくないですけどねまさにそんな感じだって、うん、だこの女の人はもいまだにあの怖いと思ってんまた来られたら嫌だなっていう。 だから一軒家に住みました。<laughs> <laughs> 隣にいないんでっていうのがもうないでしょ。<laughs> <laughs> それ理由なんですか。<laughs> そんなことないけどね。<laughs> じゃあそんなね、うん、ことでまあチャンネルが開いた閉まったということなんですけど、その後なんか起きた不思議な話とかあったらお聞かせていただきたいんです、うん。えっ、ー、とね、えー、高校もうもうそのぐらいの時代なんだけども、えー、落語家になろうとした19歳手前かな。 その時に僕特撮『が大好きなんで特特撮、うん、特撮、えー、ゴジラ』とかね。うん、でゴジラの映画が、えー、有楽町で有楽町の,あの日劇というところがもう潰れてなくなっちゃう最後の、えー、映画『ゴジラ特集が』がその日劇の地下であると「うん、オールナイトで、はいね」でねそこに熱があるのに行ったんですよ。はい、で一一番番下のの後ろの 角の席に座ったら熱がありすぎてゴジラなんかもう全然もう見えないんですよもうつろになっちゃってでそこでウエーって吐いちゃってそのまんま病院に運ばれて1週間肺炎になっちゃったんですけども咳き込んでその時に夜中に、はい、やっぱほら病院っていろんな人亡くなるじゃないですか、はい、で泣いてる声が聞こえるんですよいっぱいで「あ夜中誰か亡くなったのかな」嫌だなこのビル」で結構古いんですよあのビルがね ビルとか病院が、うん、ええー、一橋学園にあったや、やつで。で、そこで、いや、まただ、また今日も誰か泣いてるよと思って。で、おしっこしたくなったんで、泣いてるけども。あの、泣いてる方の人と。違うところにおトイレがあるんで、行こうと思って行ったら、誰もいないんですよ、廊下。へ<ー>誰泣いてたの?。<laughs> <laughs> そういう経験もちょいちょいありましたね。ええ<ー>。うん、病院って、あの、治って帰る元気な人にもなれば。 亡くななっっちゃゃう人もいっぱいいぱるじゃない、はい、で例えば自分が寝てるベッド、うん、亡くなったベッドかもしれないじゃない病院って、はい、そういうのを考えると病院は生き死に本当にあるところだから怖いなっていうまあまあまあそうですけど、うん、まあでもね本当にまあ死が近い珍しいいはねい、はい、元気よくね治っていく人とそこで亡くなっちゃう人と、うん、で自分が寝てたベッドが空いたってことは退院していったのか なくなったベッドなのかっていう。そうか。うん、なんかちょっとね、うん、あの人の生き死にいて深いなっていう。<ー>うん、治って、僕は治って出られましたけども。はい,はいはいはい。まあ、その時に食べたラーメンがすんげーしょっぱくて、病院食って薄いでしょ <laughs> <laughs> あの、ごめんなさい。あの、なんか最後に、おちをつけないと死んじゃうっていう病気にかかってらっしゃるんですよ。<laughs> いやそうじゃなくて、てあんまりにもキラキララして見てるからい違う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 それだってもうこっち大好きだからそれはもうああもう一言も聞き戻したくないって聞きますよ <laughs> そしたらあのじゃああのですね、うん、なんかこう今までこう経験されてきた中であれはちょっと自分的にもなんかこう強烈だったなっていう話とかっじゃ一番一番でもないけども生き量の話しましょうかね。<laughs> 俺はもうあのその当時にあの結婚してた人とは離婚しちゃったんでもう話してもいいと思うんですけども実はあの緑山緑山じゃん緑区か横浜のねそこにあの住んでたんですけども真、えー、打ちになってパーティー終わってその後講座がずーっと続いたんですよ僕うもう毎日講座でそれがね半年以上続いて別に疲れてはいなかったんだけども。 あの俺いつ休みになるのかなっていうのがいつもあったん、はい、落語家だからそんなに働くの好きじゃないんで <laughs> あのそう思ってたらその当時付き合ってた子でちょっとひどい別れ方しちゃった女の子がいるんですよ。で緑緑区に住んでることはその子なんか全く知らないわけですよ、はい、もう随分前に別れてんでところがその子が訪ねてきたんです、うん、そのアパートの,の向こう側に立ってたんです。ええ で僕帰ってきて見たらびっくりしちゃって、うん、その時に帰ってきたのは病院から僕帰ってきたんですよ開業性大腸炎ってのになっちゃって<れ>ストレス何も溜まってないのにお尻からすごい血がいっぱい出ちゃって、はい、もう本当に入院ことしないけどもあの何年か先には大腸がんの恐れがありますからステロイドっていう薬をずっと飲んでくださいとずっと言われてたんですけどもそういう病院から帰ってきた時にその子に偶然会ったんですよ。はい、うわっと思って でももうずいぶん前に別れてるんで話したくないじゃないですか、えー、あんまりいい別れ方じゃないんで,で一緒に虫ランプして部屋入ってなんでいるんだろうと思ってちょっと窓開けてずっと見てたのずっといるんですよ、えー、怖いなぁと思って何時間かしてもう見ないようにしたのもうあの歌詞ビデオのこう見たりなんかしてでも気になってしょうがないからピュッて見たらいないんですよ、はい、ああよかった帰ったよと思ってもう。 次に来てもらったら、本当に怖いんで。写真を全部探して、まあ奥さんいたけども。あの、どっかに男ってそういうもの持ってるじゃないですか。全部探して、二人の写真から、一人写ってる写真から全部やって。次の日、全部燃やしたんです。だ、来なくなった。へ<ー>あれ、絶対生霊ですよ。だって。家知ってるわけないんだもん。もう何年も前に別れてるし。電話もかかってきてないし。だから、その子が、僕を。 取り殺そうとしてたんだこの後も病気にして死んじゃい死んじゃい<あ>っていうのを念を送っててでそれの経過を見に来たのかもしれないは<ー>、うん、そうとううしか思えないんだよね落語やっててめっちゃ楽しくてまあ,あの休みたいとは思ってたけども講座毎日あるから面白くてしょうがなかったんですよところが何もストレスたまってないのに潰瘍性大腸炎っていうのにかかって血がガンガン。 洗面器いいいっぱいぐらい出るんですえ大変でしたね,それもねきれいな血なんですよ真っ赤な鮮血そうそれでその薬をずっとのこんな大きいオレンジ色のステロイドの薬も毎日飲んでてだからそれで写真を燃やして現れなくなるっていうのも面白いですね、うんうん、だからきっとそうだと思うあのよくね、うん、あのやっぱりその息量もなんかもちろん飛ばしたくて飛ばしてる人もいます、うん 無意識に飛ばしてしまった場合もあるって聞くんですけどもああそ,、うん、その時に例えばじゃあ何でしょうね、えー、女の子が元彼からもらった指輪とかそういうい宝石とかを分かれたんだけど、うん、まあまあ物は気に入ってるからと思って取っといてたりするとだからそこめがけてきちゃったりするから、うん、それを処分したら息量が出なくなったって話聞の記録あるんですよ、うん、写真もやしました写真もなんかそういうふうにこう、うん 目印というか、そこに目がけてきてしまうことな、ね。写真があるってことは、その子の念がそこにあるってことだ。もん、ね、なるほど。うん。楽しかった時代の。はいはい、あ。こんなに楽しい写真がいっぱいあるのに、あんなことしやがって。<laughs> うんえ。何笑ったんですかね。その頃の私を笑ったのよ、今。ああ、びっくりしました。あんなことしやがってって、自分で。そのタイムで笑ったんで、もうサイコパスかと思いましたけど。<laughs> い怖いな。<laughs> ーきっとそうだと思いますよなるほど、ね、その写真の中にその子のいい思い出がいっぱいあったのにこんな野郎って言うんで取り殺す取り殺すってのもおかしいけども病気になれとかこいつ絶対幸せになるなとか,かたその女の子が思ったんじゃなないかなあれですね例えば別れてしまった人、ねうん、元カノ元、ね、恋人っていうのはその子のためにも写真とか物っていうのは処分してあげた方がいい場合があるかもしれないですね。うん、持ってていいいこと何もないじゃん まあ、だから男って。結婚したり恋人がいるのにさ、前の人のものを持ってるっていうのは、よくないと思うけども、男って。なんか残してつい,ついこ、ね。そう、あの、自分の歴代の彼女を一回並べてみたいなとか思うじゃない。<laughs> <laughs> いや、やったな、俺みたいなね。全然可愛いおじいちゃんじゃないですよ。<laughs> なんで。<laughs> 世の男性はみんなそうだと思いますけど、ね。あると思います。僕もでもね。うん、はあ、そう,どう,と思うよ。よ <laughs> こいやーちょっと今回怖いながらも、うん、なんかさらにちょっと勉強になるような話もあ,あそうてす,すご楽しかったです。うん